空対空ミサイル。空対空ミサイル。空対空ミサイル。は、兵器の一種であり、空中から発射され空中の目標を攻撃するためのミサイルである。長い円筒型をした本体形状に加え、前後中央のうちの2箇所に4枚ほどの安定翼や姿勢制御翼を備えているものが多い。本体は、前からシーカーを含む誘導部、弾頭部、 固体ロケットエンジンなどの推進部で構成される。空対空ミサイルの多くが戦闘機から発射され、敵航空機の撃墜によって航空優勢を得るために使用されるが、攻撃機や攻撃ヘリコプターのような航空機でも自衛的な目的など必要に応じて武装に得られる。固定翼航空機では主翼下や主翼端、胴体下や胴体内部に搭載される。 第二次世界大戦中頃から開発が始まり、1960年代頃から本格的に用いられるようになった。成功した空対空ミサイルは地上発射機や海上艦艇に乗せられ、比較的短射程の地対空ミサイルや艦対空ミサイルとして使用されるものもいくつかある。航空機同士の制空戦闘などでの使用が中心となり、 短時間で高速度まで加速できる能力がいるため、ロケットエンジンが採用され、また、多くが小型で多数運用時での保守の手間や、コストも考慮さて、固体燃料ロケットが多い。近年では射程を伸ばすためロケットエンジンに加え、ラムジェットエンジンを装備するものも開発されている。姿勢制御翼によって、飛翔方向を制御するものが多いが、推力変更方式を取り入れたものもある。 空対空ミサイルの誘導プロセスは、発射前の目標補足、中間誘導、終末誘導の方式によって、それぞれ分類することができる。目標の発見、補足とミサイル発射の順序の違いにより、ローブルとロールに分けられる。中間誘導は、ミサイルが発射されてからミサイル搭載シーカーが、目標を捉えるロックオンまでの中間段階の誘導。 完成誘導と指令誘導がある。完成誘導は指令した座標に移動するように、ミサイル自身のジャイロと加速度計で誘導することである。指令誘導とは、移動する目標を墓器などのレーバーなどで追尾し、ミサイルに進行方向の指令を送って、最終的にミサイル搭載シーカーが目標を検知するところまで、ミサイルを誘導させる方法である。完成誘導に比較し、 目標位置のアップデートがあるので、命中率は高まるが、母機などが誘導指令を発し続ける必要がある。ミサイルによっては、中間誘導を採用せず、終末誘導のみの誘導方式を持っているものもある。終末誘導は、ミサイル搭載シーカーが目標を捉えて、ロックオンから後の最終段階の誘導を指す。終末誘導は、赤外線ホーミング、e、 セミアクティブレーダーホーミング、サ・アクティブレーダーホーミング、アーの3種類がある。空対空ミサイルとして普及が進んだ順は、イサ・アーの順になり、このうち、イとアーは、ファイアフォーゲット製を備えている。一般的に、レーダー誘導、サ・アーの方が、赤外線誘導のミサイルよりも射程が長い。これは、電波の方が赤外線よりも大気圏内での、 透過性が高いためである。このことから、急にシュガー諸国においては、指定外射程のミサイルには、レーダー誘導を、指定内射程のミサイルには、赤外線誘導を採用していることが多い。一方、急比がシュガー諸国においては、標的の回避を困難にして、命中確率を向上させるために、電波誘導と赤外線誘導の2種2発のミサイルを同時に発射する戦法を取る。 その戦術を実現するために、一つの基本型のミサイルが赤外線誘導型と電波誘導型の二つの派生系を持つものがある。指定外射程で赤外線誘導を採用する場合は、中間誘導として指令誘導が併用されている。空対空ミサイルが初めて実戦で発射され、撃墜を記録したのは第二次台湾海峡危機の最中。 1五十八年九月二十四日、金門場所周辺の台湾海峡において、中華人民共和国、中国人民解放軍空軍と台湾、花民国空軍との交戦とされている。この戦闘において、台湾空軍はアメリカから供与された、AIM-9B サイドワインダーを装備した f 八十六 f 戦闘機を持って、人民解放軍のミグ十七 f または J-5 と、こう、11機を撃墜した。第2世代以前の誘導システムを搭載した、ミサイルでは、金、短波長赤外、N、スウィアー対域しか検知できなかったことから、原則として、目標のジェット排気口が、直接見える後方からしか捕捉すことができなかった。しかし、新素材による赤外線センサーを採用した第2世代の E、 誘導システムでは、18号席外、マワー帯域の検知が可能となったことから、機体の後方に向かって排出されるジェット排気、プルームを補足することによって、速報からでも補足が可能となり、全方位光線能力、オール、アスペクトケーパビリティ、アラスカが実現された。1964年から運用を開始した、イギリスのレッドトップも、限定的な全方位光線能力を備えてはいたが、 本格的な全方位航戦可能な空対空ミサイルの先駆けとなったのはアメリカの AIM-QL でこれは1978年から生産を開始した。またソビエト連邦でも1982年から運用開始した R-60M で全方位航戦能力を獲得した。AIM-QL はフォークランド紛争にて イギリス海軍艦隊航空隊の c h a r i ー f r s 1に搭載されて実戦投入された。この時、アルゼンチン軍は第2世代の誘導システムを搭載した R550 マジックを使用していたことから全方位抗戦能力を備えていなかった。このことから抗戦可能域という点でイギリス海軍が優位であり a i m 9 l は86%という 極めて高い命中率を記録している。イギリス軍はこの戦争を通じて航空優勢を獲得していたが、AIM-QL の全方位光線能力はこれに大きく貢献した。従来、EU 動のミサイルでは目標補足を発射前に行う方式、ローブルが主流であったが、この場合、赤外線、ミサイルシーカーの視野である、 前方中心線左右15度の範囲の適程度しか、ロック傷打てないのが常識であった。しかし、ソビエト連邦では、誘導システムに、中間指令誘導を組み合わせることで、発射後に目標を補足する、ロールことにより、アーストが、標準可能な前方中心線左右60度は、アーストが、敵機のエジン排気赤外線を追尾して、 ロックしないで発射した赤外線画像ミサイルに敵機の座標を知らせて発射後ロック、ロールして命中させるというオフボアサイトミサイル r 七十三7 3 1八十五年頃に機械発してミグ二十九や s u 二十七に搭載していた。西側戦闘機の AIM-9、L サイドワインダーは前方中心線左右十五度の範囲の敵しか撃てないのに対し、 東側のミグ -29 や SU-27 の R-73 は前方中心線左60度の範囲の敵つまり横にいる敵を撃てるのではドッグファイトで勝ち目はなかった。西側でもイスラエルは早期からオフボアサイト射撃能力を重視しており1990年代初頭には R-73 と同等のオフボアサイト能力を有する Python 4の配備に入っていたが、冷戦構造の崩壊もあって、北、大西洋条約機構諸国での対応は遅れ、イギリスの AS ラムは1998年、アメリカの AIM-9X は2000年、日本の AM-5 は2004年、ドイツなどの Iris-T は2005年からの引き渡しとなった。しかし、 アーストと指令誘導によるオフボアサイト射撃はアビオニクス全般まで変更せねば実現できないために多くの西側諸国で赤外線シーカーをジンバルに乗せて首を振り発射前ロックできる角度を広げた順オフボアサイト赤外線ミサイルが開発された空対空ミサイルは運用上指定内射程のものと指定外射程のものに分類できる楽しく ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。